はい、毎日学習会の林です。副学者の直人です。よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。今日は、立命館大学の文学部、国際方式ってことで、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語、朝鮮語が、できる人向けの、入学要項ってことをやっていければなと思います。よろしくお願いします。立命館でちょっと見ていきますと、なるほどね。結構それで、出願要件のところで言うと、普通に浪人とか全然関係なくできてっていうところで、あとはまあ別にそのいわゆる、当たり前ですけど、その朝鮮語できると募集して朝鮮学校になっても OK っていうふうな形です。で、いずれかを取得しておりっていうところで、いろいろ書いてるんですけど、英語だったら IBT で57以上とか、中国語だったら HSK で、あれですね、3級、4級、5級、6級とか、これ点数視点ありますけど書いてあったりとか、朝鮮語だったら、またこれも、トピックで2級以上とか、いろいろ書いてあって、そんなにこう、めちゃくちゃ高いレベルではないかなっていう感じですね。その、早慶とか、上智とか、ああいうところを受ける場合と比べると、上智の一番楽に入れるところぐらいの、多分、こう、レベル感で、なおかつその、あれです、いわゆるその募集団が、例えば上智とかだと、その IBT で42以上とかっていうところで募集をしていても、実際に来るのはもう70超えてるぐらいの人ばっかり来るみたいなことは結構あるんですよ、上智はね。ただ立命に関してはそういうふうなことはほとんどないだろうなと。多分その、何点以上っていうところのボーダーのプラス10点ぐらいのところが多分一番人が集まってるところだなっていうふうには思うので、そういうふうに考えると割とこうそのマーチとか、あるいはその早慶上智とか、そういったところと比べると、こう受けやすくなるかなっていう方は、その英語とプラスもう一言語できなきゃいけないんじゃなくて、その例えば朝鮮語だったらその朝鮮語だけできればもうそれで受けれるので、っていうことを考えると、意外とね、こうその朝鮮学校の人とか韓国学校の人とか、あと華人学校の人はその中国語とか朝鮮語とかできるけど、だからといってじゃあ英語ができるかというとそうでもなかったりするわけですよ。でそういう時には一つのやり方として、その朝鮮語ができる、あるいは中国語ができるっていうことでやっていけるっていうのは、非常にこうやりやすいかなというふうに思ったりはします。で、出願書類があってっていうところで、高校3年間の学習面での取り組み状況とか、いろいろそういうことが書かれたりとか、あとは、その志望する動機になった高校在学中の学習について、あなたが果たして役割を書きなさいっていうことが、書かれていたりとか、あとその志望理由書ですね。これが、合計2センチですね。その立命館で学びたいテーマが1センチ。で、あと卒業後の進路が1センチっていうことで、ちょっと一通りやっていければなとは思うんですけど、その高校3年生での、その3年間でのこうその学習の取り組みって、多分その村田さんが受けて合格した慶応の文学部の自主応募とかでもあったかなと思うんですけど、なんかどういうふうな形で、どういうふうなところを気をつけて書いたとか、何かこう、自分なりにやって考えた部分とかって何かありますか？そうですね、先ほども言ったんですけど、その一つの意見に対して、その共感する意見だけじゃなくて批判的な視点を持つこと、全てをこう納得して読むんじゃなくて、自分はどうかなっていうふうに少しその疑問を持ちながら読むことっていうのを気をつけましたね。なるほどなるほど、そこの部分を高校3年間で気をつけて、その批判的な意識、批判的な精神というのを持つようにして、こう懐疑的な精神をもとに、こうその大学での勉強にもこう役に立てるようにしたっていうふうなところですね。で、もう一つは、高校在学中でこうその、その志望する動機になったところっていうところに関して、これは、志望理由っていうところとはちょっと違うかもしれないけど、より深めてみたいな話になってくると思うんですけれども、村田さんの場合も多分そこの部分も含めて書いたかなと思ってて、その辺ってどうですか？そうですね、なんか教育学に興味を持ったきっかけみたいな、それも聞きましたね。教育学にその興味を持ったきっかけも聞きましたし、そのきっかけとかもその詳細まですごい正確に記さなくても、もう少しなんかこう、その試験官とかに伝わりやすいような言い方のきっかけとかを、伝わりやすいようなきっかけというと基本的にどんな感じですかね。その人が理解できないものよりは理解できるものを書いた方がいいというのはあると思うんですけど、そういう感じですか？そうですね、そういう感じですね。例えば自分だったら、
恩師みたいな方がいたんですけど、うんうん、その人からの影響を受けてっていうことなんですけど、うんうん、まあでもその人影響を受けてその人の道に自分がどんどんずっと続いていくわけではないので、うんうん、その人に教えながら自分もこういう考えを持ってみたいな感じでつなげていってことです、うんうん、なるほどね、はい、うん、わかりました、ありがとうございます。で、学びたいテーマに関して一線で書け、これ結構難しくって、その結局その、まあ、立命館で学びたいテーマっていうのはその今まで他の人がこう研究したことではいけないんですよね。なるべくこうその今まで他の人はこういうことを研究したんだけど、その中でここの部分がまだ研究されてなくって、なおかつその社会的なインパクトもあるから、この部分をやっていきたいとか、そういうふうな形で割とこうそのなんて言うんだろう、まあ他の人がやってないことをやってない、やっていかなきゃいけないから、まあ、論文とか本とかたくさん読んで、あ、ここの部分ってまだ研究されてないから、そこの部分をこういう形でやっていこうとか、そういうふうな形でやっぱり考えれるかどうかっていうのが非常に大事で、それができないと、まあ、結構難しいですよね。あとは、まあ、その卒業後の進路に関してっていうところに関して言うと、まあ、卒業後の進路に関してっていうところで、まあ、国際的視野のキャリアビジョンって書いてあるんですけど、これも結構難しくて、まあ、別にこれはその人がやってたことをその、やっても全然いいんですけど、まあ、あの文学部でまあ学んだこととある程度こうその紐付けてやっていかなきゃいけないんで、まあ、その時にこうその何て言うんだろう、まあ、文学部で学んだことが必ずしもこうその社会に出てこう役に立つ分野と役に立たない分野ってやっぱりあると思うし、まあ、役に立つ分野が多いと思うんですけれども、それとこうちゃんとこう関連付けられたような形でじゃあどうするかっていうことをやっぱり書いていかなきゃいけないと思うんで、あのそこの部分っていうのはあのすごく難しいと思うんですよね。それをどうするかっていうところがあの非常にやっていて、まあ、あの重要な部分かなというふうに思います。っていうところかな、そこが非常にあの必要な部分かなというところです。でそれをこう2線字で書くっていうのはまあまあ結構大変で、こうその2線字が1線字1線字2線字ですけれども、 それぞれの、まあ、4つ要素がありますよね。4つ要素があって、まあ、その4つ要素があるものが、まあ、多分400、400、1000、1000としても2800とかですけど、まあ、当然こうその矛盾がないようにしなきゃいけない。だからこうその文学部でこういうテーマやりたいっていうことを書いたのに、こう例えばその卒業した後のキャリアがそれと全然関係ないものだったら、それってあんまりいい印象を与えないじゃないですか。こう全部がちゃんとリンクしてるっていう形にしていかなきゃいけないんで、あのそこは結構まあ難しいところで、しっかり考えなきゃいけないところかなとは思います。村田さんはあの慶応の文学部受けた時は、まあ、高校時代頑張ったことっていうのと大学でこうやりたいことみたいな話だと思うんですけど、そこがこう矛盾なくリンクするためにどういうところを気をつけてましたか？そうですね、やっぱあの、うん、自分の書いた文章を一回読み直してみて、うん、っていうのと、あと自分が本当に何をやりたいのかっていうのを書く前に一度自分の中で整理することが大切かなと思いますね。それができるかどうかっていうところで最終的にこう、あのうまくいくかどうかっていうところがかなり変わってくるっていう感じですか？そうですね、うん、ちょっとそういうところを一回こう見直してみて、実際どういう形でやろうかとかっていうのはちょっとやっぱり考えてみていただく必要があるのかなとは思うので、なかなか最初のうちだなと思うんですけど、あの考えてやってみていただければなというふうに思います。とりあえずそんなところかな。あとはまあそこがまず一つと、あとは面接は日本語でやるっていうところで、まあ東アジア研究 学域がこれが、30分で日本語でやるんだけど、その出願時にその選択された中国語朝鮮語の簡単な文章を読んで、それに、応じてこう各言語による質疑応答を行うってことなんで、やっぱりこう中国語朝鮮語の方はちょっと喋れるっていうレベルだと結構きついかもしれないですね。その華人学校とか朝鮮学校とかの方で本当にもうネイティブレベルに話せるっていう風な形じゃないと結構きついかなっていう感じもするので、まあ、その辺は多分出願する大学を選ぶときによく考えてやってみた方がいいのかなという風には思います。あとはなんか自分なりに今考えてる部分とかってありますか？大丈夫ですか、はい、あります。じゃあちょっとその辺は考えてやっていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではあの LINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE の
アドレスがありますので、ぜひですね、気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね、10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか、一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。